開始。ここは何としても先に得点し、勢いをつけたいところです。選手の単独ドリブルだ。またもパズー選手、すかさずゴール前にセンタリング。さらに敵陣に攻め入ります。ヒューガ選手、正面から抜き去った。ヒューガ選手、ボールを持ったままドリブル。巧みなテクニック、いい調子です。ヒューガ選手、攻め上がる。ヒューガ選手、ボールをキープ。さらに敵陣に攻め入ります。選手、そのまま相手陣内に切り込んでいきます。
選手、ここはパスだ。日本、いいパスです。綺麗に通りました。翼選手、ここはパスだ。日本、いいパスです。綺麗に通りました。さあここはどうする。日本、新田選手、ここで強烈なヘディング、掴んだ。ゴンザレス選手、ボールを両手にがっちりとキャッチ。ここはパスだ。ウルグアイ、いいパスです。綺麗に通りました。ここはどうする。ウルグアイ、ヒューガ選手、ボールを取った。カット成功。ヒューガ選手、パスの相手は誰だ。これはうまい、いい判断です。翼選手ドリブル開始。そしてその後方をヒューガ選手がピタリとサポートします。あーっと、そしてこれはボールを宙に浮かせたままのリフティングドリブルだ。さあここはどうする。日本、スパイクの裏を使ってのヒューガ選手のジャンピングライジングシュートだ。選手、ここはパスだ。ヒューガ選手、止めることができない。ウルグアイ、依然突き進む。
手、ボールを持ったままドリブル、タックル成功、相手からボールをもぎ取りました。ヒューガ選手、ここはパスだ。エドロ選手、止めることができない。日本、依然突き進む。ここはどうする？日本、日本、いいパスです。きれいに通りました。さあここはどうする？日本、日本、いいパスです。きれいに通りました。さあここはどうする？青い選手、日本、いいパスです。きれいに通りました。翼選手、パスの相手は誰だ？鋭い正拳、キーパーゴールマウスを死守、得点ならず。キーパーの弾いたボールはまだ生きている。ヒューガ選手、パスの相手は誰だ？ここはどうする？ウルグアイ、これはうまい、いい判断です。
野選手、ボールをキープ、さらに敵陣に攻め入ります。日野選手独走。あっと、これは日野選手の単独ドリブルだ。選手すかさずゴール前にセンタリング。これは木野選手ジャンプした。いった、大技ジャンピングトルネードシュートだ。ここはどうする？澤田選手、一本いいパスです。綺麗に通りました。日向選手、パスの相手は誰だ？ここはどうする？ウルグアイ、ヒューガ選手、ボールを取った、カット成功。さあここはどうする？日本、終了。両者よく戦いました。日本、辛くも勝利をもぎ取った。